こんにちは。服とスノーボードの店レイブ前橋の大輝です。今回はですね、レミーラ2022年秋冬物からラフィークラックシャツ、これについて、まあ、こんな感じの内容でお話ししていこうかなと思いますので、まあ、気になるところの時間とかまで、ね、進めたりしてちょっと見てみてください。できれば全部見てください。じゃ早速いきます。まずですね、ラフィークラックシャツっていう名前にも入ってるんですけど、このラフィーってなんだよっていう話なんで、そこをちょっとだけ話すと、ラフィーっていうのがこう糸を作る時に落ちるんですよ。毛羽がこう落ち綿出るでしょ。この落ち綿落ちてても綿なんで、この落ち綿をまた糸にするっていう、そのなんだ、全部落ち綿だと多分繊維が短くてできなくなっちゃうんで、半分落ち綿にしたりとか、そういう風にしてまた改めて作った糸をラフィーっていうんですけど、ラフィー紙。そのラフィーで作ると何がいいかと、ここですよね。ラフィーだと繊維が短かったり長さが揃ってなかったりするんで、ちょっとね、この生地にムラっぽい感じ、太さがたまに違ったりとかするから、あ、分かるかな、ここら辺とか分かりやすいかな。なんかこう均一じゃない、ピシッじゃない生地感、自然な感じというかがする生地になるとっていう生地で作られてます。で、この生地がね、結構しっかりしているっていう印象を持ちました。なんか厚め、なんかもうちょっとこうシャツだと薄いのイメージしてたんですけど、そこそこしっかり、わかるかな、こんな感じでこうパシってなる感じの生地です。多分これ普通にあれだな、ポケット回しカバオルっぽい雰囲気でも着れちゃうんじゃないか、ちょっとした羽織物として着れます。そういう生地感です。作りの話していきます。まあ、今ねちょっと L サイズなんでゆったりしすぎてる感があるんですけど、いつもちょっとこう身幅を持たせて、あとね、袖のこのたゆみが出てます。というのもここにギャザー寄せてるんですね。ギャザーを寄せてるから、まあ、ここら辺生地を多く使えるんでふわっと感が出てくれると。あ、いい感じだな、このここのこの感じが出るといいな。で、この前にも同じ名前でね、クラックシャツっていうのが出たんですけど、その時と一緒でここに三角形のパッチがついてます。このパッチ何かっていうと、要は補強布ですね。こういう感じでこのボタンホールの補強として三角形の縫い付けてあると。それがこう着てると、まあ、ちょっと、ね、まあ、そこまでバチバチに目立つ感じではないんだけど、アクセント的なになってます。あとはこれか、パッチポケット。なんかね、もともと作業着がイメージで作り始めたって鈴木さんの言葉に書いてあったんで、作業着ついたわけね、こういうのね、ついてます、パッチポケット、まあ、胸はなし、胸ポケットなしで、ここにポケットね、ちょっとしたもの入れてね。あとは首がまたね、いいんですよこのノーカラーっぽい、ここが襟なんですけど、ノーカラーとバンドカラーの間ぐらいの感じかな、いいでしょ、レミラっぽいっていう、カットソーっぽくも見えるかな。でもこうキュッてなってるから、なんかしっかりしてる感がありますね。です。あー、だからいいな、この生地のたまり具合とかね。シャツなんで上まできっちり留めてもらってもいいですし、でね、冒頭で結構言った、生地がしっかりしてるから、羽織物的な感じでもいい、いいぞこれ。まあ、こういう感じでフロント開けてあげても、なんか雰囲気いいもん。僕が
172cm52kg で L サイズ、ラージサイズを着てます。こんな感じですかね。で、色が僕が今着てるのがホワイトグレーで、あとはダックブルー。ダックブルーですよ。なんかネイビーよりもちょっと緑系の入ったネイビーと、あともう一つサンプルがないですけどブラックの3色展開で出てます。これとかね、なんかホワイトグレー、確かにホワイトグレーです。全然真っ白じゃない、ちょっとこうくすんだ渋い雰囲気の白です。そんな感じで大丈夫かな。この動画のね、あの後半黒く反転してありがとうございましたみたいな書いてるところ差し込んでるんですけど、そこでね、あの編集終わってからなんか、あ、動画で言い忘れたなっていうこととかをね、ちょっとこう言葉で入れてたりするので、よかったらそこまで聞いてみてください。そんな感じで、何かご不明な点やご質問などございましたら、お気軽にメールまたはコメントにてご連絡ください。まだ。ご視聴ありがとうございます。今回ですね、お客様があの前を開けてるところを見たいって言ってたんで、ちょっと前を開けて来てみたりしました。こんな感じでね、リクエストとかあったらいろいろコメントとかで教えていただけると答えられるかなと思いますので、本当お気軽にお気軽に連絡ください。待ってます。ではまた。